い、というわけでね、2日かかってやっと机が綺麗になりました。綺麗っていうわけじゃないんですけど、まあ、今回は模様替えしたとかじゃなくて、あくまでも基本片付けただけなので、なんか前の机紹介とか見てくださってる方は変わってないと思うかもしれないんですけど、お許しください。はい、はい、じゃあ全体移します。じゃじゃーん、じゃじゃーん。おー、でもあの超ぐちゃぐちゃの時に比べたら超ぐちゃぐちゃいいんじゃないでしょうか。頑張ったんだよ。こんな感じだね。入ってるかな。こんな感じですね。はい。こんな感じになりました。で、まあ、片下だけでも、前回とちょっと変えたところとかありますか？机の上で言うと、ここ。あ、おにぎりさんがいますけど。おにぎりになって。何このおにぎり。お花と元気になる、優しくなる。これは何？自分の目標？お花っていうのは何？お花になるの、私。お花になるの？意味わかんないんですけど。何お花になるって。大丈夫？お花になるの。大丈夫？で、元気だって優しくなってお花になる。よくわかんない。まあいいや。で、見てこれ。何これ？休みだー！休みだーって何？叫んでんの？叫んでんですか？よくわかんない。これ、あの、ねずこのね、やつ。あ、そうなんだ。うん。あ、あのメモ帳ね。メモ帳ね。メモ帳がやそれね。あと白黒がいますよ。かわいい白黒が。かわいい白んです。かわいいからんです。でこ、これは変わってないよね。あ、これは増えた。これ最近あのミニソーだっけ。そうで買った。買ったやつ。ゴミ箱。あとは変わってないね、この辺ね。そうは変わってないし、うん、あとここ変わった。そうだね、これまだカナオになってないじゃん。パパがいないから。あ、そっかそっか、印刷してもらう。ちっちゃめのカナオを印刷しないと入んないもんね。うん、切んなきゃいけない。ちっちゃめのやつよね。これ、あ、これもね、新しいじゃん。これもミニソーで買ったやつ。とりあえず入れるものないから、うん、バイトして飾っとこうと。そうだね、白黒。これは前からある。この辺も一緒かな。この辺も一緒だね、多分。で、ここも一緒だよね、この後ろの。一緒一緒。白黒の絵があって、写真、オレオ、オレオのスクイーズ。あ、お友達がいた。あ、それ誰かな。お友達はちょっと。友達はちょっと。お友達とあのプリクラのキーホルダーだね。あとここでしょ。じゃじゃーん。カナオ様。カナオ様がいる。カナオ様がいっぱいのここにしたんですね。とりあえずは。今度また写真印刷しに行きたいと思います。うん。カナオの。なるほど。で、ここも全然変えてないかな。変えてないよね。カナオはね。こんな感じです。待って、ママがいる。え？あー、ママがいた。これね、リミの時のね、やつ。うん、これ何？リミ私が、うん、シオが書いたやつ。へー、あ、リミって言って書いたのか。そう、それでね、うん、あ、ここのね、机前、うん、リミの席だったじゃん。あ、そうだね。飾ってくれてたっぽくて。うんうんうん。で、はい、貼ってあって。そっかそっか。これどうしようか迷ってんだよ、ママ。とりあえず貼っとく。そうだね。はい、じゃあ机の引き出しもお願いいたします。じゃじゃーん。1段目。おー、ピンク変わったでしょ、結構。うん、いいじゃん。全部ピンク系統に見えるところはしたのね。しました。うん、お城はちょっと違うんですけど。うん、はい、終わり。あ、いや、ずれずれ。うん、まあでもこの辺が使ってない筆箱、今度これが使う筆箱。そう、筆箱で、まあ、ペンとか。ここが、ここね、本当にね、うん、文房具、タコ糸とかボンドが入ってるところで、チョーク、うん、うん、あ、なんかイヤホンとか。あ、クリップ、なんだろう、これは。もうあのガラガラ、なんていうの、あれ、ガラガラガラって弾くやつ。え、何？ああ、トランク。トランク、そう、トランクの鍵が入ってて。あ、鍵とかね。で、ここチョーク消し、うん、あとここがメモ帳。あ、これがそこの壁に貼ったあとおにぎりさん。おにぎりにね、おにぎりのやつ。おにぎり。で、これがペン。ペン。鉛筆とペン。うんうん、で、ここがなんか、なんかごちゃごちゃなんだけど。うん、いろいろ文房具。消しゴム。そう、いろいろ文房具。うん、ノートとペン。うん、で、ここも紙でしょ、紙類。うん、でこれ、まあ、基本文房具だよね、この人ね。あとね、ゴキブリと。うっそー、ゴキ、あー、これパパのバレンタインの時に
これなんで取っとくの？大丈夫？大丈夫。しょうちゃんが取っときたいって言うからね。ゴキブリと。なんか机の中からゴキブリが出てきたみたいだけど、大丈夫これ？これはあの漫画のしおりにしてたんだけど、今漫画がないからここに入れてる。漫画のしおりにするって人も珍しいよね、ゴキブリをね。嘘じゃない、本当珍しいって。珍しい？うん。なくさないようにね。しほちゃんは別にゴキブリが怖くないからいいけど、怖い人だっているから、それを考慮してなくさないようにね、ここに入れたなら。なくしたらいつどこで出てくるか。本当だよ、やばいから。はい、じゃあ次2段目いきましょう。じゃあ、はい、2段目。おー。おー、これは、あ、視聴者さんが、そうもらったやつ、送ってくださった鉛筆と消しゴムのセットみたいなやつね、はい、これ使おうかなと思って。そうだね、グリーメンちゃんのグッズがいっぱいここに入ってるね。まああと、あ、お財布、歴代のお財布、お財布たちが入ってて、こういうの捨てられないんですよ。うん、まあね、そうだね。なんかあの捨てた方が運気上がるみたいな、うん、テレビで言ってて。あ、確かに。でもどれもね、大事な思い出があるの、うん、確かに。どうせ捨てられないと。そうだよね。あとここに、あ、これね、ミニソーで買ったやつ。確かになんかドライバーとかってたまに使うよね。使うんだよ。これはいい判断だよね。持っとくのはいいと思う。あとこれ目隠し、友達と遊ぶ時。あ、たまに目隠しもなんか使ったりするよね、うん、動画とかでもたまに 使いたいとか。あとこれがプリクラが中に入ってて、この中に。うん、プリクラで、この後ろが、うん、スマホケース。あ、スマホケース、なるほど。はいはい。あとね、太鼓のバチ、太鼓の。あー、これゲーセンで撮ったやつだよね、昔ね。使ってなくて。うん。なんか持ち歩かない。太鼓の達人やっても持ち歩かないというか。そっかそっか。確かに。だから机の中にしまってる。リミのもあったよね。リミも多分持ってると思う。はい、こんな感じです。はい。次に3段目。こちら。じゃん。おお。ここが空いてるのは何ですか？これね、なんか、うん、なんか落ちてる、犬が落ちてる。これ犬じゃない？おーい。犬が落ちてましたけど、大丈夫、シールかな、これシール、なんか取る。何これ、取るときに、あ、そっか、手前が空いてないとこのファイルが取れないのね。どうする？え、聞いてる？ファイルが取れないってこと？だからこうやるとファイル取れないから、こうやってこうやるみたいな。ここの空きは必須ってことね。そう、なるほど。こうやってこう取るみたいな感じ。なるほど。開いてて、うん、開いてて、うん、どっから紹介すればいい？まあでもざっとちょっとここに保管して。ここね、コマさん、コマさんのね、うん、が入ってるの。おー、コマさんいいじゃん。うちね、ポケモン、あの妖怪ウォッチ見てた時、うん、本当にコマさん推しで。そうだね、ずっとコマさん好きだったのね。友達が作ってくれた。そう、友達のママさんが作ってくれたね。ありがとうございます。いまだに大切に。ね、メダルちゃんと残していってんの。もう、あ、懐かしいね。懐かしいでしょ。懐かしいよね。確かにこの時は本当ね、コマさんが大好きで、こうやってね、今はすっかり鬼滅になっちゃったけど、昔はコマさんだったんです。そうなんですよ、ね、もうね、うん、時計は捨てちゃったんだけど、うん、あー、そっか。メダルはちゃんと取っといて、うん、あとこの下、じゃじゃん、この下に、うん、プリパラのやつが入ってる。あー、懐かしい。見て、あった。おー、あった。残ってた。1枚神アイドルのやつ。へ、あった、1枚だけ。ほんと、これで残しといてるかみたいで。そっかそっか。あと全部もうプリちゃんなんだけど、うん、ほら、ちゃんとみかんちゃんのグッズもまだ取っといてるんですよ。おー、かわいい。そう、プリパラはみかんちゃんが好きだったんだよね。かわいくない？かわいいね。みかんなのっていうのめちゃめちゃかわいい。なんかこう、歴代のね、なんかこう好きなアニメがほら出てきました。ほら、可愛くない？可愛い。そうね、プリパラもすごいハマったよね。みじみちゃんハマってたよね。うん、っていうか、しほりみチャンネルの元祖はもうプリパラチャンネルみたいなもんだったからね。毎週のようにプリパラやってたからね。懐かしいね。懐かしいね。そう。そっか、そういう宝物が入ってるんだね。あ、ここね、で、下はね、思い出の写真が入ってる。思い出の写真。
こういうやつ。あー、そっか、写真はちょっとね、確か小さい頃の写真も今翔ちゃんとこにあるんだよね。ほら、これ幼稚園の懐かしいことわざかるた、懐かしくない、こういうのが入ってる。そっかそっか。あとこれ思い出の品だね。これ 1,2 年のさ、あー、使ったね、バンダナ運動会の時、運動会使った。懐かしい、懐かしいでしょ。思い出グッズですね、こういうのが入ってるの。うん、これは大切にね、思い出グッズしとかないと。はい、はい、こんな感じですね。こんな感じですね。はい、どうでしたでしょうか。どうでしたでしょうか。はい、こんな感じ。だいぶ片付いたと思います。そうね、まあ今一応机のこのね、正面っていうか上あと引き出しが今綺麗になったので紹介したんですけど、こう綺麗になってません、明日ね。あと後ろは、後ろのこの棚も一応机に入るんですけどね、今度この棚もじっくり紹介してもいいですか。今度ね今度ねってか、軽く断られたってこと。今度ね はい、じゃあ次回は部屋ですか。部屋はもうちょっとだなんですね。だいぶお片付けできてるけど。待って三脚定規落ちてんだけど。なんでこんなそこに三脚定規落ちてんの。ちょっと三角定規は使うでしょ。落ちてたんだけど。三角定規は使うでしょ。これは使ってない今。あ、そうなんだ。あの100均で買ったピンク色、蛍光のピンクのやつ、あれが好きで、使ってんの、うん、あれを使ってて。まあでも一応取っとかないとね、三角定規。ねえ、これがちょっとなんか、せっかく片付けたのにさ、そこに置くって感じ。じゃあここら辺。そうだね、そう、それならいいけど。もうね、せっかく片付けたんだから、こう日頃からキレを保つように心がけないとダメだよね。はいはいはい、はい、じゃあ次はね、あのお部屋、キレピカピカになったお部屋を紹介したいと思います。できるかな。はい、ということでね、一応ね、ちょっと近いかな。はい、一応机をよいしょ、こんな感じ、机をね、こんな感じに綺麗にはできたので撮影してみました。こんな感じ。はい、そう、あとでもまだね、コスメワゴンとかもまだなので、まあ、徐々にね、綺麗になったところから紹介できたらなと思います。はいはい、じゃ終わりにします。はい、いきますよ。それではバイバーイ。嬉しそう。やっぱ綺麗になると気持ちがいいね。綺麗になるとね、漫画読めるから気持ちがいいな。それ。いや、まだ部屋の片付け残ってるから。まだ読めないの。当たり前でしょ。もう2日目だよ、だって。2日間で部屋と机を片付けるってこと。まだ部屋終わってないよ。まだ終わってないじゃん。終わってないよね。そんな。はい、頑張りましょう。